ソユーズトママイナス3は国際宇宙ステーションへの往来を目的としたソユーズのミッション。コールサインはイングール。ソユーズ FG によって打ち上げられた。ISS 第8次長期滞在クルーソユーズトマ型の3回目の飛行であり、国際宇宙ステーションへのソユーズによる7回目の飛行である。船長はアレクサンドル・カレリ。フライトエンジニアはマイケル・ホールとペドロ・デュケ。 ISS にドッキングしてからは逆にホールが第8次長期滞在における ISS 司令官カレリーがエンジニアとなった。ホールはミールと ISS の両方を訪れた最初のアメリカ人である。デューケは欧州宇宙機関の科学実験ミッションセルバンテスを行った後、第7次長期滞在クルーと共にソユーズとママイナスに敵艦した。バックアップクルーはウィリアム・マッカーサー。 ワレリー、ドカレフ、アンドレ・カイパースだった。カレリとホールは、半年間の滞在後、ソユーズとママイナス4の3人目のクルーとして、ISS にやってきた、カイパースと共に、カザフスタンのアルカリク近郊に着陸した。若干のヘリウム漏れが発生したが、ミッションには、支障とならなかった。ありがとうございます。